キビユリ、キビユリ子は、奈良時代後期の女官、キビまきびの娘。遺説によれば、右江師小尉、下津道地国勝の娘で、まびの妹、ジ三美、ンミ、ナオクラ、キビ妙舞とも記される。藤原中丸の乱後の天平法事8年9月、稲八馬中村女と共に、十五ゴ下から生後以上に少女されたとあるのが、記録に現れる最初。 同年、十月十七日付の御宗教書、法政教門に、きび苗部と見えている。仲間の乱後、父のきびまきびと共に、聖徳天皇に信頼され、側近として、天蔵を務めた。天平神後二年には、天皇のために一切教を所写している。神後慶雲二年十月、十三味に昇進した。神後慶雲四年、聖徳天皇が描画すると、 同年8月に天皇が没するまでただ一人寝所に、出入りを許され、軍神との取り次ぎを務めたという。この間、直死によって、藤原長手と間びに、軍事権が委ねられている。後になお倉となり、放棄5年公居した。天平神後2年10月8日の奥垣を持つ、き備百合眼鏡が西大寺などに現存している。詳しく述べると、西大寺資材長に、 一部機微妙部ゆり財四、天皇堂神皇とあり、以下に教官名と関数が記されており、その記述から、最大寺に一冊教一部を侵入したことが分かっている。天朝五年二月、最大寺四天皇堂にあったその一冊教は、法隆寺に移されてている。中期のないものは、俗に本気による。ありがとうございます。